どうぞ。失礼します。今日お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。新潟県出身19歳木本優奈です。優奈ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。名刺をぜひ受け取ってください。ありがとうございます。春香と申します。よろしくお願いします。今日はですね、新しく春香村に入村された優奈ちゃんに説明会をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しく面談みたいな感じなので。はい。2003年6月17日だから、年だと私より1個上。そうです。そうなんですね。はい。でもなんかいい意味で少女ですね。大人の女性と少女の間を行くところが一番魅力的って誰かが言ってたので、めっちゃいいところですよ。ちなみにその春香村村民だっていう風な自覚はありますか？はい。あ、ある？はい。よかった。本当になんかないって言われるかと思ったし、ないって言ってた子もいたから本当に良かったです。まあ、具体的に春香村村民ってなんだってなるじゃないですか。はい、はい、そうですね。村でどんな村民になりたいのか、志がとっても高ければ、あの春香村村民会議の議員になれちゃうとかもあるんですね。どのくらい目指します？あ、じゃあ会議に参加できるぐらい。あ、本当？はい。もうそれはじゃあ結構ハイスペックなコースに行くので、それはちょっと修行ですね。はい。はい。ちなみにボケでいくかツッコミでいくか。自分でボケたつもりはないけど、突っ込まれる感覚はしてる。でもボケてるつもりはないんです。そうなんだね。それはもう本物のボケだね。私はなんか後輩が初めてできるんだけど、なんか突っ込めるようになりたいと思って、優奈ちゃんみたいな天性のボケみたいな子がいてくれたらとってもとっても嬉しいなって思ってたから、ボケとして出会えて嬉しいです。よかったです。嬉しいです。突っ込めるように頑張りますね。お願いします。公式のプロフィールを見させていただく限り、正統派アイドルみたいな、正統派アイドルを目指してるの？いや、最初はそういこうと思ったんですけど、あ、その中で過ごしてるうちにそうじゃないことに、すでにじゃ崩れていったわけなんです。楽屋とかから聞こえる3期生のみんなで話す声も、そのゆうなちゃんの声しか聞こえないくらいめっちゃ喋るよね。もうずっと喋ってる。もうずっと喋ってるんですよ、本当に。ね、なんかあのアイドルってなんだの時もやってくれてた水泳、特技が水泳なんだよね。はい。本当にできるんですか？水の中でってことですか？そう、水の中で。あ、そうです。あ、そうなんだ。すごいバタフライに命をかけてるような描き方をしてるから、すごいバタフライ大好きなんだなって思って見てました。4種目で言ったら、はい、早い方なんですけど。そうなんだ。全然好きじゃなくて。好きではない。私もちょっとだけ水泳習ってたんですけど、バタフライってこうなんか壺を書いてシュみたいな、あれで合ってます？壺を書いて、そうそうそうですね。私のバタフライはこれだと甘い。そう、壺を習ったことないです。え、違うの？え、どういう習い方したの？ちょっとやってみて。バタフライ。おお。なんかこことかっていうよりかは、水をかいて水面に出るときにちょっと強くやる。なるほどね。 NGT の中で尊敬している憧れの先輩は誰ですか？三村ひなさんです。え、あ、そうなんだっけ。そうだよね。そうでした。なんか泣いてたよね。あ、ひなちゃんと出会った時に泣いてて、あの時は見る世界がなんていうんですか、もう光り輝いてたみたいな感じだったの。自分の気持ちを言葉にして伝えるのが苦手なんですけど、先輩方を目の前にした瞬間からもう気持ちが溢れてて、もう日野さんが来て我慢しきれなくなって、わーってなっちゃったんですけど。ちなみに加入前とか、あの私のこと知ってました？あ、知ってました。知ってる？あ、知ってはいてくれた。ありがとうございます。こう客観的に見て、あ、なんだこの子って なんかすごい痛いことしてるなって思います？いや、
特技とか趣味がないから村を作ったって言われて優しい水泳ぐらいしか特技がないので、そういう何だろう、自分の個性を出していけるのは尊敬します、うんうん、じゃあゆうな村でできますね。あ、はい。そう、それはちょっと嫌みたいな顔してたけど、あ、まあまあまあ、まあ、どんなアイドルになりたいとか目標とかありますか？自分のに似合うユニットで公演がしたくて、うんうん、どういう可愛い系がいいとか、パフォーマンス、ダンスを頑張りたいとか、歌頑張りたいとか。自分では、うん、可愛い系じゃないなって思うんですけど、くらくらさんに入りたいっていうのがあって、うんうん、3期生の中でちょっと歌を頑張りたいなっていうのが思ってる。確かにひよちゃんに憧れてるっていうだけあって、やっぱ歌はすごいですよね。なんか質問というか、質問でもいいし、私はこうだみたいな言いたいこととかあったら。自分がネガティブな考えになった時にどういう気持ちで頑張れって。あ、そうね、私もすごいネガティブだから、なんかめっちゃうわってなるんだけど、なんかネガティブになることをもうしょうがないと思ってしまっていて、活動で例えばこう今日うまくいかなかったってなっちゃったりとかしたら、もう誰よりも広い視野を見るぞっていうくらいの客観視をしたら、自分に足りてないところとか改善点が丸見え状態になるので、見つかったらモチベーションに変えて、悔しさとかネガティブな気持ちをバネに変えるっていう風にしてます。なので宇宙になることです。はい、ありがとうございます。この豚に名前をつけてあげてください。苗字は木本にします。木本？はい、触り出した。どうしましょう。あ、じゃあこの豚はなんていう名前ですか？シンプルイズザベストな豚っていう名前、はい、だから名前がなくてかわいそうってよく言われる。でも豚っていう立派な名前があるんです。じゃあこれは小豚です。小豚適応能力でした。あ、戻された。じゃあ最後になるんですけど、カメラに向かってキャッチフレーズをやってもらいたくって。はい、カメラに向かってキャッチフレーズお願いします。ゆうなを見て。もっともっと。ゆうなを知って。もっともっと。もっともっとゆうなのことをしてほしい。新潟県新潟市出身、19歳、元ゆなこと木本ゆなです。よろしくお願いします。元ゆな、ありがとうございます。ありがとうございます。でも年齢が近いから、なんか先輩とか思わずに、なんか友達になってほしくって、私が友達がプライベートでいないから、ぜひ友達になってほしいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。イエーイ。はるはな、はなはな、はい、どうぞ。失礼します。はい、失礼します。質問です。よろしくお願いします。はい、今日ここに来てもらったのは、つももちゃんがはるか村に入村して、これからの生活がより豊かになるための説明会をさせていただこうと思っていました。はい、簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか？はい、東京都出身、高校2年生のはるつももです。よろしくお願いします。なんかすももちゃんの第一印象がツインテールのイメージだったから、すごい高いツインテールしてる子がいるって思ったし、メイクもすごくもう自己プロデュースがもうなんかできてるような感じに見えて、こう目がいくような子というか、すごいなっていう印象を持ってました。ありがとうございます。こういうアイドルになりたいとかっていうことがあるの？私は渡辺真由さんが好きで、渡辺真由さんみたいなもう王道アイドルになりたくて、うんうん、そのツインテールとかもやってました。なるほどね。確かにアイドルはツインテールですからね。 NGT のオーディションを受けようと思ったのはなんで？
もともとは NCT がすごく好きで、で入りたいなと思って3期の募集を待ってて、うん、募集があったので受けました。そうなんだ、めっちゃ嬉しい。でも東京の高校2年生、まあ今新潟にいるかもしれないけど、東京って私もう東京は本当にきらびやかな人しかいない、世界もわーみたいな感じのイメージを持ってるから、さすが東京女子って感じがするし、あえて新潟に来たっていうのはやっぱりそれだけ NGT に活動したいって思ってくれたからなのかなって思うと、とても嬉しいなって思います。好きな食べ物がね、あの魚の焼き魚の皮、はい、書いてあってめっちゃわかる。え、わかります。美味しいよね。なんだろうさ、皮が一番美味しいって思っちゃう。え、申し訳ない、こんなことあんまり大きい声では言えないんですけど、え、身もめっちゃ好きだよ。てか私焼き魚の最近めっちゃ好きなんです。だから身もめっちゃ好きなんですよ。でも皮って急にめっちゃなんだこれって。めっちゃわかります。いい具合に魚の美味しい脂が乗ってたりとか、なんか食感もだし美味しいですよね。好きな言葉が努力は必ず報われるって、これはどうしてこの言葉を好きな言葉に選んだのかな。割とそのアイドルになりたくて、いろんなオーディションとか受けてきてたんですけど、うんうん、ずっと落ちてきて、うんうんうん、で諦めそうになった時に、うん、この言葉を思い出して、うん、いやでも報われるなら、 NCT になれるならもっと頑張りたいと思って、うん、この言葉をちょっと好きな言葉にしてます。なるほど。合格した時はめっちゃ嬉しかった。めちゃめちゃ嬉しかったですし、うん、たくさん最終審査とかで可愛い子を見てきたので、あ、私がいいのかな。めっちゃ可愛いよ。こう遥か村村民としての自覚は今ありますか？あんまりないんですけど、あの YouTube をでも見てるのでちょっとあります。え、ちょっとじゃダメなんです。てかちょっとって何、遥か村村民だと思ってなかった、ご自身のことを。いいのかな、いいのかななんて思ってたんですか？いいよ。え、その場しのぎじゃなくて、あ、本当にいいのかな。え、いいよ。え、じゃあいいんだったら喜んで入ってくれます？嬉しい。証しといったらあれなんですけど、この名刺を上原遥香と申します。ありがとうございます。こちらですので、ぜひ持っててください。よろしくお願いします。でもなんかすももちゃんとあの話してみたかったの、すごく嬉しい。私も話したかった、ね、本当。例えば私に聞いてみたかったこととかなんかありませんか？なんか来る前に YouTube、うん、ホイさんの YouTube とかなんか見直したりして、ありがとう。実際お会いしたらなんか全部飛んでっちゃって、全部飛んでっちゃって。飛ぶ時あるよね、なくなるんだよね本当に、不思議なことに。でもなんかすももちゃん大人っぽい、年上に感じるくらいなんか落ち着きというか生きる力が強そう。なんかすごい社会での生きる力を感じます。とても。ありがとうございます。ありがとうございます。はるか村での、 あの職探しについてお話をさせていただきたいんですけど、何か就きたいご職業だったりとかありますか？え、どんなのってありますっけ？まあ、何でもあるんですけど、すももちゃんはでもね、すごく可愛らしい雰囲気だし、自己プロデュース力もたくさんあるから、お山作り。お山作り、あのサイズは別にいいですよ、 SML とあってもいいですし、その山って一言で言ってもいろんな山があるから何でもいいです。もうすももちゃんプロデュースの山、それをあの今度NGT メンバー全員で登山します。あ、じゃあぜひ。はい、じゃあその就職先の方向で進めさせていただきます。はい、お願いします。はい、あとですね、あの村民になるとお家の屋根の色だけ選べるんですよ。何色がいいですか？白で。おお、いいハイライトになりますもんね。はい、じゃあなんか
もし何か今悩みとか些細なことが悩みがあったら、今度お話し会が始まるんですけど、あ、そうだよね。私すごい人見知りで、どうやったらその人とうまくお話しできますか？私は遥脳内会議って言って、いろんな人格を持った自分を用意して、私は今ファンの人に神対応するキラキラアイドルだっていうようなはるかを召喚して、私はプロ頑張れみたいな感じでステージも立ったりとか、いろんなイベントとかお仕事の時に切り替え切り替えっていう風に自分を、ファンの方は温かいから、そのままの自分でもすごく受け止めてくれるから、そんなになんかおしゃべり会とかは心配することないかも。すごい楽しかったなっていう気持ちで帰ってほしいし、自分のことを気になってくれてありがとうっていうふうに思うから、その気持ちを一生懸命伝えたらファンの人もきっと分かってくれるから大丈夫。はい、ありがとうございます。いい返しでしたかね。大丈夫かな。じゃ最後、カメラの前でキャッチフレーズを見せてもらいたいんだけど、じゃちょっとそこに立ってもらってもいいですか？じゃキャッチフレーズを、お願いします。はい、桃よりいちごよりリンゴよりスモモを大好きになってほしい。東京から来ました高校2年生16歳の長谷スモモです。よろしくお願いします。スモモちゃん、かわいい。ありがとう。今日は本当にいろいろ聞かせてくれてありがとうございました。ありがとうございました。屋根の色は白で、はるか村村民の山づくり職人、山づくりと登山家を目指して頑張ってください。ありがとうございました。はるはなはなはな、どうぞ。失礼します。はい、はい、お入りください。はい、はい、本日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。鈴木りりかです。13歳です。新潟県出身です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃちょっともう一回座っていただいて、はい、今日はですね、なんで来ていただいたかというと、はるか村新入村民歓迎の説明会をしようと思って来てもらいました。はい、なんでって思いましたか？なんかちょっと待ってんの。ちょっと待って。まあまあそうですね。鈴木りりかさんはまだ13歳なんだよね、はい、中学校2年生ですか？はい、若いですね。スタッフさんとかから聞くりりかちゃんの噂だと、すごく私とりりかちゃんが似てるっていう風に聞くんですよ。なんか確かにもう私と似てるって思って、全然嬉しくなさそうじゃん。ちょっと待って、似てますか？似てるって思わない？思ってない？私だけ、うん、いや、なんか言われて、こうなんだよ、同じだねって言われるんですけど、うん、現場を見たことがないので。おー、りりかちゃんの行動とかはそんな深くはまだわからないけど、感じるんです。感じる、勘がそう言ってる。ドッペルゲンガーって。ちょっともう怖いくらい似てる。ちょっと変わってる？いや、あんまり言われないです。本当に？言われる？ほら見て、スタッフさんの反応。言われるんでしょ。なんかでもね、私はすごく思っていることがあって、もしかしたらりりかちゃんは私の運命の人かもしれないって思っていて、私これふざけてるわけじゃなくて、自分のことを言ってることをあんまり人に理解してもらえないんですけど、りりかちゃんはなぜか分かってくれるような気がする。だからなんか話しすぎて他の人に、いや細かみたいな風に思われるんですけど、目標だったんですけど、なんかりりかちゃんはその運命の人かもしれないって思ってるんです。話の内容は理解できます。本当？これ私の人生の転機かもしれない。どうしよう。ここまで話してるけどあんまり
なんかご自身に似てるなとか思わない？え、思わない？え、待って、悲しいんだけど、なんか一方通行。え、めっちゃ髪かしげるじゃん。リリカちゃんの好きな言葉がみんな違ってみんないい、これを選んだ理由とかはありますか？歌が好きなんですよ、あのみんな違ってみんないいの。オーディションでも歌を歌ってたよね。はい、すごいかしこまったスーツとか着てるあのスタッフさんがたくさんいる前で一人で歌うってなかなか緊張したと思うんですけど、緊張はしなかった？緊張はあんまりしないタイプだけど、緊張しなきゃうまくいくって感じじゃないので、まあ、緊張感を持つっていうのは大事なことですよね。好きな先輩は誰ですか？中井理香さんです。そうですよね、私も中井理香さんに憧れて入ってきて、その憧れの先輩が一緒っていうのもなんかこう感性が一緒だからなんじゃないかなって。あー、なんか思って進む道が同じみたいな。そう、なんか憧れるものとか素敵だなって思うものとか、ハマりやすいものとかがなんか一緒なのかなって。え、これちょっと親近感湧きました。ちょっと湧いたかもしれない。もう本当にリリカちゃんに尊敬される先輩になりたいとかじゃなくって、私のなんか人生のパートナーと思ってて、なんか私の人生に何か革命が起きそうな予感がリリカちゃんを見るたびにしてしょうがなくって、でもいつか大きくなるにつれて気づきます。私ははるかさんにあの時言われたことが今響いてるって思う時が多分来ると思うから、一緒に頑張っていきましょう。はい、とりあえず診断結果は本当に変わってる方です。すっごくしっかりしてて、きっとめちゃめちゃいろんな能力が高いよねと思うから、能力、これから大期待ですし、はるか村でも素晴らしい村民になっていただけると思います。なのではるか村村民としての志を高く持ってこれから生きていってください。はい、最後に何か私に聞きたいこととかあったら。聞きたいこと人生についてお願いします。時間かかっちゃう。あら、豚のどこが好きですか？豚は好きじゃないんです。好きじゃない、好きじゃない。あ、でもピンクだから可愛いです。あら、ピンクの動物だったら好きなんですか？ああ、そういうわけじゃなくって、ビビッときたものが好きなんです。ビビッときたものなんです。私は宇宙だってなって物事を見る、それと勘で生きてきました。私は宇宙だ、私は宇宙だ。リカちゃんはこれから宇宙です。せめて地球。いや、でもそこは大きく出て、なんか心がとっても宇宙レベルに広い人に なるみたいな感じですか？そうですね、心も目も、いや、宇宙。はるはなはなはな。じゃあそんなリリカちゃんなんですけど、最後にあのここに立ってキャッチフレーズをやってもらいたいなって思ってます。じゃあそのままカメラ目線で、はい、お願いします。はい、リリしく賢く元気よく私らしく頑張ります。最年少中学2年生新潟県出身鈴木リリカです。よろしくお願いします。リリしく賢く元気よく、はい、ぴったりですね。まあでも真面目に頑張れるところが私の取り柄ですって書くくらい本当にもうまっすぐで芯があるっていうのはとっても感じるので、まあでも真面目に生きてたらいろいろ大変なこととかもあると思うけど、その真面目さは絶対に突き通した方がいいと思うから、これから一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、はるか村村民としても志高く頑張っていきましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録、 Twitter と Instagram もぜひチェックしてね。それではまた次の動画まで。おやすみるかー。